クリストファー・ヘンダーソンはアメリカ合衆国の元サッカー選手である。MF としてアメリカ合衆国代表で79試合に出場した。バルセロナ五輪にも参加し、引退するまでメジャーリーグサッカーを引っ張っていった。2008年から2021年までシアトルサウンダーズのテクニカルディレクターを務め、現在はインテルマイアミのサッカーチーフオフィサーと スポーツディレクターを兼任する。弟にアメリカ合衆国 U-20 代表であったショーン・ヘンダーソンがいる。高校卒業後の1989年、シアトルストームで1シーズンを過ごした。その後、UCLA で2年間カレッジサッカーに打ち込み、2年次には全米チャンピオンを勝ち取ることに貢献した。卒業後は、 当時ドイツ分でスリーが2部の FSV フランクフルトで1994の95年シーズンにプレーした。そのシーズンを終えた後、ノルウェーのスターベクイフへと渡った。ノルウェーでのシーズンを終え、1996年にアメリカに戻り、メジャーリーグサッカーのコロラドラピンツの一員となった。すぐさま29試合3得点8アシストと結果を残し、 チームの MVP となった。その後の2シーズンでも成績を残し、1999年にカンザスシティウィザーズへと移籍、翌2000年にはリーグ戦では9得点9アシストの活躍を見せ、カップ戦ではチームを MLS カップ優勝に導いた。2001年にマイアミフュージョンに移籍し、この年はチームが解散したシーズンだったが、 MLS サポーターズシールドを勝ち取ることに成功した。チーム解散にあたり、ドラフト会議で選手の分配が行われ、コロラドラピッツへ復帰し、復帰初年度から11得点7アシストと活躍した。翌年からの2シーズンは年齢を感じさせ始めたものの、ポジションをサイドに移して、果敢にプレーした。ラピッツでは通算178試合に出場し、120ポイントの 勝ち点に貢献する選手となった。2005年にトレードでコロンバスクルーに加入、2006年にもトレードとなりニューヨークレッドブルズに加入した。レッドブルズでは全試合出場したがタイトルには届かず、そのシーズンをもって引退を発表した。選手を引退した翌年の2007年の1シーズン、カンザスシティウィザーズのアシスタントコーチを務めた。 2008年1月には、シアトル・サウンダーズのテクニカルディレクターとして、フロント入りが発表された。ヘンダーソンの下、サウンダーズは2009年のリーグ拡大で MLS に参戦して、以来、11シーズン連続で、プレイオフに進出を果たし、US オープンカップを4回、サポーターズ・シールドを1回、MLS カップを1回獲得している。2021年1月、 インテルマイアミにサッカーチーフオフィサー兼スポーツディレクターとして加入した。1990年代を通してアメリカ合衆国代表として79試合を重ねた。デビュー戦はアイスランド代表戦だった。すぐに代表チームで頭角を表し、1990年ワールドカップイタリア大会への予選突破に貢献した。19歳のヘンダーソンはワールドカップ本戦のメンバーに チーム最年少として選出されたが、行われた3試合すべてでメンバー外となってしまった。また、1992年のバルセロナ五輪の代表選手としても選出されている。代表チームでは1998年2月、ワールドカップフランス大会の準備試合であるベルギー代表戦までプレーし続けた。長年にわたり、代表での重要なポジションを担ってきたが、 ワールドカップ本戦のメンバー入りはならなかった。一時代表選出からは外れていたが2000年10月に再び代表選手として選出2001年9月が最後の代表での出場となった。代表での通算成績は79試合3得点を数えるがワールドカップでの出場は一度もない。ありがとうございます。